私も。クラフトエッグ。バンドリガールズバンドパーティー。はい、どうも、オリミさんです。はい、ということで、ついに念願のガルパー、バンドリーガールズバンドパーティーの、実況プレイをしていきたいと思います。イエーイ、やっとですね、もう念願のですね。皆様大変お待たせしました。はい、ということで、実況ってまあ言ってもリズムゲームなんで、ちょっとどこまで実況しながらプレイっていうのがね、ちょっとどこまでできるかちょっとわからないんですけれども、まあでもこれからね、ガルパをやっていきたいかなーなんて思っております。そして、やり方といいますか、なんかどんな風にこう曲選考をねしていこうかなっていろいろちょっと考えてたんですけれども、なんか私は今回ちょっとこれから曲を決めるにあたって、こういう風に曲を決めていこうかななんていうのを一つ考えたので、ちょっと早速画面が切り替わるんですけれども、こういう風にこれからやっていこうと思います。それがこちらです。はい、ということで、皆さん見ておられますでしょうか。こちらがですねいきなり噛むな。こちらがですね、Excel のあのファイルになるんですけれども、今こちらに全曲名っていう風に売ってあると思うんですけれども、これが実は何かと言いますと、ガルパに、収録されている曲全曲名を、ここに表示されますよっていうことで、全曲名って歌していただいてるんですけれども、この下に今千本桜って見えてますね。これたまたまなんですけれども、千本桜っていうところをね、当てますと、この上の部分に数式が入ってるかと思います。で、この数式を入れることで何が起きるかと言いますと、 FQ っていうキーを押すと、じゃん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 ってこういう風にね、押せば押すほどこうガルパの曲がランダムでね表示されるんです。こういうランダムに、よくゲームとかであるランダム関数ってやつですね、ランダムのこの関数をここに入れております。なので、こうガルパの全曲名がこう FQ キーを押すことでランダムでここに表示されるような関数を埋め込みました。なのでこれからは特別こうこの曲がやりたいなっていうものがない限りは、なんでしょう、このランダム関数を使って曲を選考していこうかなと思っております。で、ちなみになんですけど、このランダムの関数せっかくなんでいろいろ作ってみました。例えばほら、ポッピンパーティーってバンド分けも作ってみて、これポッピーパーの曲ばっかりバーっと出てきます。他にもアフターグローって隣に見えてるパステルパレットとか、あとロゼリア、ハローハッピーワールド、オリジナル曲でカバー曲で、隣にちょっと見えてますね、この、バンドごとにもできるようになっております。ということで、今日はね、でも初回なんで、せっかくなんでね、ポッピンパーティーの曲で開始したいなと、幸先よくね開始したいなと思ってますので、今回は全曲名ではなく、ポッピンパーティーの、ランダムの中から1曲決めて、そちらをプレイしていこうかななんて思っております。ということで、ちょっとね、このランダムをさ、こうズワーって押して適当に止めるか、それともこう、なんでしょう、こう牛込めリミみたいな感じでこう文字数決めて押していこうか、ちょっと悩んだんですけども、まあそうやね、まあ最初なんで、ポッピンパーティーでいきましょう。ポツピンパーティー8文字ね。はい、じゃあいきます。せーの、ポーツピンパーティーポッピンシャッフはい、ということで、記念すべきガルパ実況第1曲目はポッピンシャッフルに決まりましたので、よかった。でも難易度は割と低い曲で始まるんで、まあ後々楽かもしれないですねはい、じゃあということで、ポッピンシャッフルに決定です。ということでやっていきましょう。はい、ということで早速ポッピンシャッフルやっていこうと思います。バンド編成はですね、ポッピンパーティー限定でちょっと待って、ポッピンパーティー限定で自動で組んだら、サーヤちゃんがセンターになりました難しいこと待って、特にさ、ポッピンシャッフルってさ、シャッフルビートやからさ、しゃべりながらやるとこう
喋り方もどうしてもシャッフルで喋っちゃいそうよな。めっちゃ難しい。これ皆さんどうやってさ喋りながらプレイしてはるんやろうな。絶対無理じゃない。だって喋りながらプレイしたらどう考えてもリズムが狂うよな。あとさ、私これなんか手元をちょっと映したいななんて思ってて、だからこれ今上からビデオをね流しながらやってるんですよ。だからあのビデオがすごい邪魔。単純にビデオが邪魔だよ。ビデオがねちょっと視界に入ってきてやりにくい。まだポッピーシャッフルはね結構簡単な曲やからなんかできるかもしれんけど、これからなんかどうしよう、なんかね語彙力がない。なんかさあるやん、リバースデーみたいな難しい曲がさ選ばれちゃったらさもうこんな環境でできんよな。ちょっとこれからカメラの位置なんかちょっと考えなあかんよな。しかもなんかこうさカメラに手が入ってるかどうかずれてきてないかとかをいちいちこうモニターで確認しようとしたらさ手元が狂うっていうな。ちなみにポッピーシャッフルはあの片手でもできる曲なんですけど、まあ今日は最初なんでちょっと安全に行こうかなって思ってます。終わったフルコンありがとうございます。はい、ということで無事に終わったんですけれども、まあでもスコアはねちょっと伸びづらいっていうか、なんでしょう、私の持ってるキャラクターでキャラクターたちだけでこう自動で調整、自動でバンドを組むとポッピー全員揃わないんですね。なんでそうした方がスコアは上がるんですけど、せっかくなんでポッピーちゃん5人でやりたいなと思うんで、ポッピーのバンドだけで組むとサーヤちゃんが一番強いみたいですね、私の持ってるキャラたちの中では。ということで、まあこういう感じでね、まあ、ただ曲をランダムで決めてプレイするっていうだけのゆるゆるとした実況になってるかもわからへんけど、こういう感じでねこれからちょっとやっていこうかななんて思っておりますので、まあいつかねちょっと面白いプレイの仕方というか、こうなんちゃら縛りみたいなねプレイの仕方もやりたいなってちょっと考えたりしてるんで、皆さんぜひやってほしい曲とか見てみたい曲とか今後ありましたらとか、こういうプレイの仕方でやってとかね、そんなんでもいいんで、やるかわからんけど。なんで、もし何かリクエスト等ありましたら教えていただけると嬉しいです。ちゅうわけで、ガルパ実況1曲目ポッピンシャッフルでした。ありがとうございました。バイバーイ。